皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。前回の撮影を行ってから2週間ほど経ちました。時は10月中旬です。撮影を行った2日間の天気は共に晴れでした。気温は最高気温は2日とも18度ぐらいにまで上がりましたけれども、最低気温は放射冷却の影響で朝方に1度ぐらいにまで下がりました。映像は朝8時半の守門付近の様子ですけれども、この時点で気温は12度でした。低温のために蜂たちの出入りはあまりありません。今映っているのは前回の動画でも紹介した映像です。養蜂場のすぐ横に咲いている友禅菊で、花アブたちが密に酔いしれている場面です。しかし約2週間後の今回の撮影の時には、花アブたちの宴会場になっていたお花畑でも、ご覧のようにすっかりと枯れ花が目立つようになってきました。ただまだすっかりと枯れてしまったわけではありません。これは夏から初秋にかけての主な蜜源植物であった大半ゴンソウが、ほぼ完全に枯れてしまったのと対照的です。山ではだいぶ紅葉が進んできました。この日は風の強い日でした。三脚に固定したカメラが風に揺さぶられています。これは養蜂場の北側にある山をドローンを使って上空から見たものです。なお、前回の動画でも同じ場所の撮影を同じ方法で行いました。ですから、前回の映像と今回の映像と比較すると、この間に紅葉がどの程度進んだのかということを確認することができます。ご関心のある方はやってみてください。さて、このように秋が少しずつ深まってきています。そのため、この養蜂場でもそろそろ越冬の準備を始めることになります。寒冷地の養蜂では、冬だけハチさんたちに南の方の暖かい地方に一時的に引っ越ししてもらって、そこで冬を越させるという考え方もあります。その一方で、この養蜂場では夏に蜜を集めているのと同じ場所で、つまりこの地で冬を越します。今回の動画では、そういった寒地越冬を行うための準備についてお話しします。ただ、越冬の準備については、昨年の11月に撮影して、その後に公開した3本の動画で、すでに詳しく紹介しています。西方雨毒のシリーズの15から17がそれです。ですから、養蜂場で行われた越冬準備の詳細については、どうぞそちらの動画をご覧ください。そこで今回は、さらにトピックを絞ったお話をします。以前からお伝えしておりますように、今年はダニの被害が非常に深刻です。ですからここではダニの大きな存在が越冬準備のプロセスに対して一体どのような影響を及ぼしているのかをお話ししたいと思います。その前に少しスズメバチのお話をします。今映っているのは守門の前に設置した長野式スズメバチ捕獲器にかかったオオスズメバチの個体です。お腹が大きいので女王バチだと思います。実は、これが今回見かけた唯一の
生きているスズメバチです。私は2日間の撮影期間中に合計で5時間ほど養蜂場にいましたけれども、まあその間、これ以外に生きているスズメバチの姿は見ませんでした。まあ、ちなみに前回の約2週間前の撮影の時には3時間で8頭のスズメバチを網で捕まえています。まあ、ですから秋が深まるとともに養蜂場にやってくるスズメバチの数が減ってきているわけです。ただし、この約2週間の間にトラップにかかって、まあ、そこで死んでしまったスズメバチの個体はいました。スズメバチについては、年末に特集動画を作って、今シーズンのまとめを行う予定でいます。次に、ダニの被害が深刻なもとでの越冬準備についてお話しします。まず、越冬準備の過程を通じて最終的にたどり着かなくてはいけないゴールなんですけれども、まあそれは蜂と蜜がびっしりとついた巣板を一箱について5、6枚確保するということです。まあですから、この巣箱には今10枚の巣板がありますけれども、まあそれを今後1ヶ月の間に5、6枚に絞り込むわけです。まあ、ダニの被害の影響がどういう点に現れているのかというと、まず、まあ、例年よりも1ヶ月も早く蜜を絞るのをやめているので、どの巣板にも、まあ、よく蜜が溜まっています。他方で、蜂の個体数が少ないので、まあ、複数の群をまとめて、一つの群へと合同することによって、一箱あたりの個体数を増やすというのも選択肢の一つになります。しかし、そうすると、女王蜂の数も減らさなくてはいけません。女王蜂を取るか、まあ、それとも個体数を取るのか、まあ、悩ましいところではあります。ただ、今残っている女王蜂たちは、いずれもダニの災いのもとでも巣の外に逃げ出してしまわないでよく踏みとどまってくれている強者たちです。特に今映っている女王蜂は羽を切っていないのですからいつでも巣から外に飛び出してしまうことができたはずです。ここは残っている女王蜂たちの意気込みを尊重して、すべての女王蜂を温存することにしました。竜蜜期ではない、この時期の蜂群の合同には、高いリスクもあります。私は先ほど、一箱あたり、巣板5、6枚を確保しながら越冬に臨みたい、と申し上げましたけれども、まあ、これから、一ヶ月の間に蜂の数が伸びなければ、まあ、巣板の上での蜂の十分な密度を確保するために、一箱あたりの巣板の数を3、4枚に減らすかもしれません。まあ、保温のためには、巣板の上での蜂の密度を確保する必要があります。まあ、今回、この巣箱では、まあ、巣板を差し当たり3枚だけ減らしました。まあ、そして、残りの7枚は、そのまま残しています。まあ、さらに、まあ、ご覧のように画面の手前の側に給餌器を入れています。抜き去る巣板は工事がついていない板を選びます。まあ、ただ、今年の場合、まあ、そういう注文通りの巣板はなくて、まあ、抜いた巣板にも、まあ、ご覧のように、有害蜂事がついています。これは、周りの蜂事が成虫になった後で、
まあ、成虫にならないで残っている法事です。ダニの影響で順調に成長することができなかった法事です。まあ、ですから、巣房の蓋の下にはダニが潜んでいる可能性があります。蓋を取ると中からダニが外に出てきてしまいますから、蓋は取らないで巣ひごと燃やしてしまうか、まあ、あるいは、巣から離れたところで蓋を取るようにします。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。登録・高評価で応援していただけると励みになりますので、まあ、よろしかったらお願いいたします。それでは次回またお会いするときまで。ごきげんよう、さようなら。